ということで、今日は何をするんでしょうか。今日はですね、メルプチメンバーの二人、今いないじゃないですか。いない、うさきちゃんとみなみちゃん。でもみなみちゃんはもう誕生日終わっちゃったんですけど、うさきちゃんはもうちょっと、もうね、みなみちゃんのね、誕生日でちょっとお祝いできなかったんです。そうそうそう、集まれなくて。なので、二人を同時にお祝いしていきたいなと思うんですけど、はい、今回はちょっと二人にトランプをモチーフとしたアルバムを作っていきたいと思います。材料が100均でほぼほぼ買えて、すごい安いし、学生さんには結構お得かなって思うのと、工程も結構簡単なので不器用でも作れやすいんじゃないかなって思うので、はい、早速作っていきたいと思います。はい、レッツゴーということでね、材料紹介していきたいと思います。まずは色画用紙、何色でもいいんですけど、今回は赤を選びました。一つのアルバムに対して1枚を半分に切ったやつを用意してください。次、アルバムに使いたい写真をこう現像したやつです。クッションとペン、メッセージ書くときのペンです。はい、と好きなもの、好き、あ、違う、好きなメッセージ、違う、え、好きなこと、好きなこと、え、好きなところ、好きなところ、好きなところとか、みなみちゃんとかうさきちゃんに対してのメッセージはこういうトランプに書いていきたいと思います。はい、はい、あとテープとハサミ、はい、最後にリボンです。はい、今回は1セットなんですけど、こう使いたい写真とかメッセージの量に対してはこれをこう2枚つなげて4枚にしてもいいみたいな。確かに、長くしたいときは、うん、そうそう、長くしたい人は4枚切ってください。まずトランプにね、メッセージを書いていきたいと思います。はい、赤かわいい、赤をちょっと集めておくか、うん、赤集めよう。で、赤のこういう方がちょっと黒のメッセージとか見やすいので、こういうの、うん、うん、集めてくね。かわいい。キング見えにく、絶対。絶対見えにくい。ここ、多分見やすい。かわいい。ね。じゃあ赤で統一させましょう。ですね。え、じゃあハート。ハートかわいい。ね、ハートかわいいよね。うん。ハートで、じゃあハートにしましょう。ね。どうしよう、好きなところ。好きなところ。どっち？こんな感じにね、好きなとこメッセージ書き終わりました。表紙を作りたいと思います。紙をトランプにね、合わせて切って、こんな風になるようにして、で、ここに、まあ、みなみちゃんお誕生日おめでとうとか、おさきちゃんハッピーバースデーとか書いていきたいと思います。はい、 OK。 これをこうまず貼って、で、だいたい同じ大きさにピントになるように貼ったら折って、で、こっちに写真貼って、あとは同じくらいに折って、これもちょっと繰り返して本みたいな感じにしていこうと思います。はい、ということで、もうね、全部貼り終わったり、ね、なんかデコレーションとかも終わったので、この2枚を貼っつけて、もうそろそろ仕上げにやっていこうと思います。イエイ、完成しました。すごい、超かわいい。簡単なのに黒、クオリティが高い。そうそうそう、アルバムプレゼントも用意しているので、早速サプライズしていこうと思います。はい、今から目隠しをしてこちらに連れてきたいと思います。はい、目隠しは、おはよう、おはよう。今からちょっと待って、ゲームが待ってる。ちょっといつもさ、今日滑ろうよ。気をつけてね、カマーズが怖い。罰ゲームできるね。いや、ダメです。したんだよ。したよ。多分気づいてないです。そう、気づいてないけど、どういうこと？髪の毛巻いたの。ここに、座って。怖い怖い怖い。ここに、座って。ソファーじゃん、いつも。
いや、違うんだ。では、目隠しを外してください。え、どういうこと？これを二人で開けてください。いいですか？はい。怖いよ。何？怖いよ。ね、ゾモった。どうぞ。せーのね。素敵な一年にしてください、お二人とも。ありがとうございます。今日も最